川岸通りのアパートの建築現場を監督する、イオファン・ボリス・ミハー・アイロビチ・イオファンは、ソビエト連邦の建築家。スターリン様式の代表的な建築家であり、その代表作には、ソビエトのエリートたちの住宅、川岸通りのアパートや、未完成に終わった、マテンロウ、ソビエト宮殿のコンペ勝利案がある。川岸通りのアパート1937年パリ、万博のソビエト館。 建物の上の像はベラムーヒナによる労働者とコルホーズの女性オデッサに生まれたヨハンはイタリアへ留学し1916年にローマの美術アカデミーで建築の学位を得た当初より彼は新古典主義建築を手掛けていた彼の最初の大きな仕事はモスクワ郊外のバールビハに建てた当幹部のためのサナトリウムであったこれで彼は発注者となる国家のトップたちから 注目されるようになった。1931年、イオファンは、外区一ブロックを占める、大きな東幹部のための集合住宅、川岸通りのアパートを完成させた。505区画のアパートメント、2つの劇場、小売店舗などからなる建物は、後のスター、リン様式を彷彿とさせる作例だった。イオファン自身も生涯このアパートに住んだ。 ソ連政府は1931年大会議場ソビエト宮殿の建設を発表予定地にあった旧聖主ハリストス大聖堂の爆破解体を行ったこの宮殿のための建築設計協議にヨファンも参加し1932年一等賞となった彼は以後ソビエト宮殿の計画を何度も書き直し最終的には高さ415メートルで頂上には ウラジーメルレーニンの像が乗るという超高層ビルへとなってゆく。ソビエト宮殿設計案は1937年、近代生活における芸術と技術をテーマとしたパリ、万国博覧会で金賞を受賞する。このパリ万博のソ連パビリオンもヨハンの設計であり、真向かいには、ナチスドイツの建築家、アルベルト・シュペア設計のドイツ館が立ちようを競い合っている。しかし、 ソビエト宮殿の建設は進まず、大聖堂跡地の泥の海との格闘に終始した。1941年6月、基礎が完成し、鉄骨が50メートルまで組み上がったところで建設は、独祖線のため中止された。鉄骨は全て武器製造の原料として撤去、されてしまった。この後、ソビエト宮殿建設は中断したままスターリンの死を、 迎え二度と再開されることはなく、1958年には完成した基礎を利用した屋外プール、モスクワスイミングプールが建てられた。プールはソビエト連邦の崩壊後、1994年には大聖堂再建のため閉鎖されている。その他、イオファンの作品にはニューヨーク万博のソ連パビリオンなどがある。1947年のモスクワ大学の 設計競技にも彼は参加したが、レフルドネフに勝利をさらわれた。ありがとうございます。